こんにちは、ライムです。今回ね、レコードキーパーの動画なんか出したいなと思って、ちょうどいいタイミングでこれが来たので、うつろいしヒッチ、FF6 版、ビッグアーマーですね、極級、難易度400ですか、やってみました。で、まあ、前回とか前々回もそうなんだけど、このうつろいしヒッチ、難易度400っていう割には割と優しめの、難易度なんで、初見でオートで勝てるくらいの強さなので、まあ、今回もね、一応動画撮ってみたんだけど、初見と編成変えてないです。初見オートで勝った編成で、ただそのまんま、ただ2回目をただそのまま動画で撮ってるだけなんで、正直そんなに、今までね、魔石5だったり、ダークオーディンと戦ってる人からすると、そんなに強くもないかなっていう印象が、ありますね。やっぱり、最近、まあ、魔石6とか、まあ、ダークオーディンもそうなんだけど、強式ね、なんか異常なまでの強式があるんで、強式がないっていうだけでこんなに楽なのかと、多分そこだと思う。強式があるかないかの差だと思うんで、同じ難易度400でもね、魔石5とかと比較してもだいぶ簡単になってるのかなっていう印象があります。ただ普通にやるんであれば、攻撃防御一定時間上昇とか、ヘイストだったり、その辺デスペルとかで解除させたりとかね、いう必要があるとは思うんですけど、まあこんな感じでですね、まあ、たまたま配置が、2枠目、3枠目、エアリスとプロンプトで、配置も良かった。最後、フェーズ3かな?フェーズ3で麻痺攻撃があると思うんですけど、まあ、その段階でね、もう、空と雷神とノクティスが覚醒して、まあそのまま倒していくと。いう流れだったんで、別に回復もいらずだったっていう、最後はね、いらなかったっていう流れだったんですけど、うん、まあ、この配置で問題ないと思うね。アタッカー3人、まひらないようにね、位置に置いて、まあ、フェーズ3は一気に削っていくという流れがベストなんじゃないかなと思いました。で、まあ、結構柔らかいね。一応弱体化6段階までは行ってはいたもののね、弱体化しなくてもそこそこ柔らかい。ので、うん、やっぱりそこら辺も魔石とかね、ダークオーディンともだいぶ違うのかなというところがあります。はい。まあ上から紹介していくと、空。覚醒だけですね、今回。覚醒だけ使いました。で、マギアがマックスまで振ってます。で、プロンプトンはチェインのみです。
で、マギアもこちらも全て振った状態です。で、雷神、これなんだっけ、なんかのガチャで雷神出たんだよね。で、そっからね、動画で一度も使ってなかったんだけど、こんなところで使えると、いずれなんか、雷神使って、なんか、そう、動画やろうか、リバヤさんとか、ダークオーディンとかやろうとは思ってたんだけど、なかなか、使えなかったんですけど、まさかのここで使うっていうね。全然アビトが育ってないんだけど、はい。ちょっと、雷神、まあ、覚醒だけ打って終わっちゃって、その後の攻撃できなかったんだけど、はい。雷神です。で、エアリスですね。ご存知、戦技覚醒、まあ、超絶という感じでした。で、マギアが309。まあでも、正直200ぐらいあれば、HP と精神だけ振ってあれば関係ないと思います。で、ノクティス。ノクティスが覚醒だけですね。で、マギアは一応全部振ってあります。はい。300ですね。攻撃 HP、雷属性強化あれば十分だと思います。でリッパープラズマですね。はい。で、魔石。魔石はまあ、やや大人げない気もするけど、別にラムである必要は全くないと思うんですけど、メイン魔石ラム。で、サブ魔石がキングベヒモス、マディーン、血悪はトレマディーンという風になってます。まあ、趣味だね。完全に趣味動画ですよ。もう本当にただオートで、ただやってみたっていう動画なだけですね。はい。ただ、雷神がちょっと使え、雷神と空をね、久々にちょっと使いたかったっていう動画でね、はい、使いたかったっていうだけですね。はい。でもそろそろ本当にバルファーレの動画アップしたいとは思うんだけど、な、本当ね、星六魔石とか一手間違えるだけでやり直しとかでね、なかなか時間って、バルファーレめちゃくちゃなんか時間かかってるんで、僕、うん、今までで一番苦戦してるかもしれない。そんなに向き合ってる時間がないのも確かだけど、アルファレ強いわ。はい。苦手。強いっていうか苦手だと思う。装備は揃ってんだよね。と思うんだけど、やっぱ、アルファレ苦手だなと思いました。といったところで、話最後関係なかったけど、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。